今日は再び出張編をナレーション動画でお届けします。さて今日は何の日かな。出張先でも魚屋の朝は早い。漁に出る予定の若松島まで向かいます。五島列島の朝焼けがとっても綺麗です。ここが有名な若松大橋。大自然です。綺麗だな朝焼け。さて若松島に到着しました。ここは大自然の絶景で有名な場所です。今回お世話になる松園水産さんにご挨拶をします。皆さん渋くてかっこいいです。定置網漁業をされている松園水産さんで早速長靴をお借りして乗船していきます。さあいざ出港です。さて明るくなってきました。ここが定置網がセットしてある場所です。この黄色い浮きで囲まれているのがそうです。かっこいいね。これにこんな感じで巻きつけて機械で巻き上げていきます。漁をされている方たちは社長よりも年齢が上の方たちたくさんいらっしゃったんですけども、私たちも全然パワフルでした。こうやって網を引き上げている間に取った魚の保管場所も用意していました。お魚って暴れると体温がガッと上がるので急速に冷やして鮮度を保つため大量の氷水を船の中に詰め込んで手作業でたくさんの氷水を作っていました。さて網もだんだん引き上がってきました。元気な魚って小さくてもパワーがむちゃくちゃ強いんですよね。なんでそんな魚たちを相手にするっていうのは本当にすごい力仕事で大変なことだと思います。あ、何が入ってるんだろう。すごい楽しみ。見えてきた。これ捕まって抜けれなくなっちゃったってことですか。壊れたんですよね。イワシが刺さってる。何これ。ウルメイワシ。うわーピカピカ。こんな鱗ついた状態で。よし、こんなに魚がいるの。あ、鱗が取れて綺麗。いっぱいキラーすごい綺麗。この網の中にいたのは大量のイワシくんたちでした。うーん美味しそう。このイワシだけでも一生分のオイルサーディンができますね。むちゃくちゃ興奮します。赤ヤガラ。わー立派立派。すごい。食った食った。これはすごい。これを。ブリー。すごい。うわ、すごい。待って、
すごい力。でかい。すごい。青物のコーナーが終わり。すごい力だよね。どうですか社長。いやもうね、大丈夫じゃないかんね、魚はね。あー、ただいまということで、私たち初めての漁が終了しました。本当に皆さんありがとうございました。さて、なんで長崎に行ったかなんですけども、今ことぶき商店では過疎化に悩む五島列島水産で応援したいという思いと、実際食べてみて五島の青物の美味しさに衝撃を受けたので、それをねもっと広めたいっていう思いから、こうして地元の漁師さんたちにとってもらった魚を我々の元に出荷してもらおうというプロジェクトを進めています。いろんな連携が必要なので、ちょっと時間はかかるかもしれないんですけども、環境のいい場所で育った魚たち、ぜひ皆さん食べて、全国にもっとお魚好きが増えればいいなというふうに私は思っています。ということで、今日は五島のお魚を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。さあ皆さん、今日の動画はいかがでしたでしょうか。ここで魚の森からお知らせです。ね、かなちゃん。はいはい。この時期といえば、うん、この時期といえば皆さんが食べたい、食べたい、あの豪華なお料理、お料理です。海鮮生おせちということで、今年もことぶき商店から生おせちが出ます。でうちのおせちはですね、魚屋の森さんオリジナルの三段重、オリジナルの三段重と一段重があるんですけども、はい、それ以外に一押しが錦、店の浜町料理長が作る二段重の、あれお値打ちよね。あれはねマジでお値打ちだと思う。だって2万円切って2段で全部手作りになってて、一番私たちが力を入れてるのは実はその二段重だそうなんですよ。そんな今日今町料理長のおせちの一部動画をご紹介したものを紹介するので、ちょっと見てみてください。はい、大根はこう成分ジアスターゼという成分があるので、アワビを柔らかくして一緒にゆっくりと炊いていきます。でこの大きさだとまあ1時間ぐらいゆっくり、1時間、はい、長いですね。そうですね、ことごとことごとずっとちょっとアクを取りながら、アクを取っていただいて、これでコトコトって火をちょっと弱めて、1時間経って、はい、いい感じですか。そうです、もういいですね。わー、柔らかそう。いかがでしたでしょうか。その二段重がもう残り20日までかな、受付が。なので残りわずかなんですけども、まだオーダーしていない方はぜひネットの方からポチッとしてみてください。で二段重のおせちは店頭引き取りのみなので、名古屋や愛知県近くに住んでる方限定されてしまうんですが、三段重と一段重あと本当わずかですがあります。それは配送全国にお届けできますので、ぜひそちらもご利用ください。はい、ということで皆さん、良いお年を。って早いか。一旦良いお年を。一旦